ニパラテクノランド4月9日行ってきます誰に会われに行くんですか。今日は史上最強のダルシムキビダルさんと最強キャミアラさんにを土をつけに行ってきます。まあ私はビール飲みに行くんですけど、ありがとうビール、ね、俺も行きてえな本当に。すごいやん。今日さっきプリンスさんに使う価値なしって言われたんですけど使う価値なしSガイル使いですって言って使う価値なし。あんたひどいこと言ったね本当に最近ちょっとセロテープさんと対マンしてるゆうえがさん、ぜひシャトル来てください。あのバオさん待ってますんでよろしくお願いします。小江戸お前の挑戦を待っている。はい、 X 勢の IPA 好きなビール党の方お話ししましょう。水曜の猫すげえや、あんた似合わねえから。タイ人がそんなもん飲んでどうする。うるせえよ、こんなもんでいかないもう。はい、いらっしゃい。ああいうバカな人たちが一つ通貨を支えてるんですよね。どうぞ。始まりましたね。第20回東西戦、今日の MC は二人と花山さんに来てもらってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。花山です。開幕からリューマルドムやった。これは花山さん的にはどう思いますか。ダイヤグラム的には全然勝てないんでバルドム有利だと思うんですけども、花山さん見てると全然負けると思いますけど、でも正直な話も近いと思いますけどね。本当にあの言う側にちょっとスキルが結構いるんですけど、しっかりバルドグもやられると、はい、あの全然楽じゃないとバルドグ側も、はい、そんな感じになってますね。普段のシャトルでの対戦を見てると、はいはいはい、そういう感じに見えますけど、そうですね、バルドグは楽してないと、はい、なかなかでも見てるとやるのは難しいです、ね、そうですね、まあ、お互い難しいところにしときましょうか。まあ、そうこうしてる間にゲートポスが1本取ってもう勝ちそうだ。どうしたいな、最後足場ハーブですね。勝ったのはゲックスの竜。はい、2番手は沢田さんの1回目ですね。さあ沢田さん全然1回ぐらい 3回前ぐらい確か MVP 取ってますからね。めちゃめちゃ練習しましたね。強かったですね。本当にやられたうちの1人なんですけど見てました見てました。まあキャビーもね、まあ、キャラ差はあるんですけど、やっぱりリュウ・ユウじゃ揺るがないんですけど、結構波動も結構、はい、意外と難しいですよね。もうすごい難しく感じるんですけど、そうなんですよ。北村さんがキャビーと対戦してる時に、はいはい、なかなか飛びの三段で終わるっていうのはあんま見たことないんですけど、はいはい、極力三段前はやっぱり気をつけてますね。気をつけてるとかね、そこは基本的には足払いで返すとか、やっぱりリュウ側は基本的にリスクが少ないんで、はい、これ足払いに今フーリガン食らいましたけど、はい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 、ああいうのもやっぱ警戒する。あれもそうですね、うん、まあしっかりした払うとやっぱりフーリガンも通っちゃうんですけど、はい、まあそこら辺はまあ緩急つけてリュウはやれば結構厳しいと思いますね。やっぱりワンパターンにならないように、そうですね、やっぱりバック中打たなきゃいけない方がキャミーなんで、あ、はい、やっぱり足払いでしっかり返せると、はい、やっぱりキャミも結構苦しいと思いますね。あ、そうなんですね。波動だけだとやっぱりどうしても3段とか飛ばれたりね、はい、してあの一発でピヨっちゃうんで、はい、うん、それだけはやっぱ避けて、たまには打っていいと思うんですけど、あ、でも波動たまになんですね、そうですね、まあ、そこら辺緩急つけてやられるとキャミは苦しいと思いますね。今苦しい最中、今苦しいですね。さあギックスリードしてるわ。さあ、キャロンだ、当たんなかった。ギックス2連勝。はい、3番手はレジェンドの駆逐ですね。さあ、龍龍ですよ。これはどうですか、熱いですね。同期の中では多分一番高カードじゃないですかね。あ、そうですか、他の同期なんてあんまりなんか
バルバルとかも多分面白いと思うんですけど。そうなんですか。結構バルバル見てて面白いですよね。マオバルと、はい、オペバレさんとかやってるとこ見ると結構面白いですよね。バルバル対バルバル。そうそうそう。ああ、僕も展開早すぎて何が起こってるのか分かんないですけど。そう、高速射撃がすごいですよね。でも二人はちゃんと分かってやってるんで。マオさんすごい頷いてますけど。やっぱそう。なんか、目の前でやってるんですけど。世界じゃないと分からないレベルなんですかね。いやー、そうこう言ってないより、ギックスが一本乗ってます。ギックスさん、すごいいいですね。そう、動き切れてますね。レジェンドの同キャラは全然うまいですよね。僕結構嫌なんですよね。この前回った時結構嫌だったですよね。ああ、深村さん、結構追い込まれてましたね。そう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 。踏み込みたいやし、すごい踏み込まれてて。ああ、はいはい。やられて、こういう相手、動けてる竜を相手にするときは何かあるんですか、はいまあ、基本的には近場で戦わないようにしてますね。極力は近場で戦いたくない。近場だとやっぱり事故りやすいじゃないですか。あはい、遠場だと結構割かしね、見てから行けることが多いんで。ああ、うん。極力やっぱり。そこら辺は意識してますかね。じっくり。でもそうですね。本当にやっぱり実力が拮抗しだすと、はい、やっぱり勝負も言ってられないんで、あもう自分からもうリスク背負うことをやらないとね、勝てないんで。はい。まあ無理です。さあ鎖骨大吉。さあみんなところに投げギックス3連勝。ギックスさんすごい。はい、4番手はノグンちゃんの中ですね、今日のチームリーダーですね。はい、今日チームリーダーですね。ノグンちゃんさん、ケインからリュウに転向。そうですね。やっぱりこう、歴史があるだけにノグンちゃんさんも。そうですね。もう僕がやる前からやっぱりノグンちゃんとかもやってますからね。あ僕も教えてもらった口ですけど。教えてもらいました、僕も。本当に。いろいろ学びましたよ、ノグンちゃんさん。ノグンちゃんさんとか、アニキさんとか。そうですね。本当に、ま、ね。教えてもらいましたよ。もうみんなに教えてもらわないと。そうですね。とても強くならないこのゲーム。はい。さあ最後は見てからか。まあなんだノブちゃん一本。すごい勢いがありますね。そうですね。やっぱりノブちゃんとかやっぱ大会とかやっぱ相当慣れてるんで。ああ確かに大会に当たるの。いやですねノブちゃんさんが当たるの。ノブちゃんと当たってるですねやっぱり。どうじゃ。当たりたい人いないと思います。ノブちゃんは。そうです。はい。さあここまでノブちゃんがかなり押してる形か。おギックスさんも取り返してきた。さあギックスここで意地を見せれるか。さあダイオシンクガード投げてくるのに。さあシンクが乗っていく。ノブちゃんが止めた。歴史を感じるシンクガード。2番手はチャラオさんの X ブランカですね。さあ、リュウブランカは、ハレオさん、これはさすがにブランカ厳しいと思うんですけど。いや、厳しくない。僕が厳しいですね。そんなこと言っても、藤本君に怒られましたよ。そうですね、もんに稽古をつけてもらったんですけども。あのクラスのやっぱり、あのサブだけど、あのクラスのブランカだとやっぱり全然楽じゃないですからね。はい、あ、そうですか。はいはい、強いんですね。僕も全然楽じゃないんで、藤本君ぐらいだと。もうこういう画面端はい。なっちゃうと結構リードしてたらいいんですけど、リードされてからの画面端とか、はい、結構垂直ジャンプやられてるだけで結構めんどくさいんですよね。リードはい、垂直目の前でされるだけでどうしてか分かんないんですけど、そうですね、あれシンクじゃない時は結構嫌ですね。ああいうのは基本的にまあまあ負けてる時は勝負しなきゃいけないんですけど、はい、踏み込んで投げないとか、はい、あと可動を相打ちの道を踏ませてからターンを取るかとか、はい、やらなきゃいけないんですけど、まあ難しいですね、あそこは。うまいブランカはやっぱりその垂直でしのいでくるんで、なかなかね、はい、ダメージが取れないんで、そうですね。で、甘い波動は結構3段目1回入るっていう。そうです。そうなんですね。波動を打ったところに前飛びで。そうなんですよね。うまいブランカとやるときは結構玉打ちも結構難しいんですよね。かといって中盤シャカシャカ打ってるとちゃんと踏み込みで台足払いもらってみたいな、はい、楽じゃないと思う。なります、はい、その辺の緩急がつかないと、はい、何やってる社会長って言われる。そうなっちゃうわけですね。さあのぶちゃんと苦しいか。のぶちゃんさんまだ分かんないぞ。頑張れブランカ。こっからでも全然負けれますからね。チャラオさん、僕もう若手なのに強いですよね。そうですね。ほら、これはチャラオ。勝った勝ったのチャラオ。はい、5番手ミヤミヤさんの X ですね。さあ、リュウブランカ続きますよ。なんとか、なんとかしてほしい。あ、僕がこのブランカとやるためになってしまう。頑張れミヤミヤさん。ミヤミヤさんも飛ばせておく。
ル系は結構うまいはずなんですけどね。ああ、元S剣で、そうですね。めちゃくちゃ強かった、強かったですね。印象があるんですけども。僕も、自分が S剣戦うまくなったのは、ミヤミヤさんのおかげですからね。あ、そうなんですね。はい、やっぱりそういう対戦数多くやった過去があるんですね、田村さん。うん。やっぱり、そういうのないとやっぱ勝てないですから。貯金みたいなのがないとね。やらないと勝てないですね。さあ、危なげなく勝ってるぞ。さあ、これは今年の、あのリバーランドやるっぽいんですよね。あそこですね。そう、あそこで一応、リバーサル投げがあるんですけど、はい、読まれるともう一回そっからステップからとかで、もう一回引っ掛けかかるとか、あ、はい、うまいブランカーやっぱり振ってきますね。そこでアッパーとか空振って、そう、なんかひどいことに会うとか、大足とかやっぱりリバーランはやっぱり竜は相当危ないんで、中央でこけると、はい。だから僕は結構画面端で結構亀になるんですよね。あ、リバーランを、リバーランと大足で裏回りがなくなるんで、あ、そういう意味もあるんです ね、 ね。さあ、宮根さん、すごい、しっかり勝っている。宮根さん、ありがとう。はい、3番手はモジャさんの X ガイですね。さあ、竜ガイできましたよ、アネマさん。これはもう、これはもう、もう知り尽くしてるカードですよね。だいぶやりましたね、これは。お互い、両方やりましたね。あ、そうですね。はい、全国の猛者と思うと、本当にやりましたね。これは。はい、西と東とどこでも行きましたよ、僕は。さすがですね。苦労しましたよ、本当、この組み合わせも。これは僕はこう、ミヤミヤさん同じチームなんですけども、はい、モジャさん。そうですね、スパイリングパートナーですもんね、モジャさんはやっぱり。もう、糸数さんとかモジャさんとかやっぱり普段やられてるんですかね、やっぱり。そうですね、モジャさんも今週、平日に、はい、やりましたね、3回やったんですけど、結構やったんで、なんとか勝ってほしいんですけども、はいはいはい。でも、ミヤミヤさん同じチームなんで、ミヤミヤさんは。そうですね、今日はまあ、ミヤミヤさん勝ってほしいですね。はい。さあ、今、内野手まで来なかったぞ。さあ、しっかり時間を使っている。さあ、マシュ払いがあれですね、致命傷になりましたね。時間がなかったんでね、しょうがないですね、リュウも。はい、死んじゃったかな。さあ、真空溜まるまではひたすらガイルターンが続くんですけど、真空溜まってから立場が一気に逆転つくんで、はい、そこからがやっぱりガイルの腕の見せ所なんですよね。やっぱり上手いガイルは真空溜まってからの立ち回りがすごく上手くて、ほぼ真空やっぱりもらわないんですよね。あ、そうですね。基本的に後出しでソニックとか打ってくるんで、そうするとやっぱり後手になっちゃう分、はい、鳥かごになっちゃうんですけど、はい、鳥かごがやっぱりしのぎがうまいんですよね、やっぱり。うまいガエルは。ああ、そうですね。だからしのがれて結局、相手させられて、はい、で、結局お吸い取られちゃって、はい、気づいたら死んでるみたいな、なっちゃうんですよね。だから追い込んでても。そうそう、楽はさせないぞ、みたいな、っていう側には。さあ、熱いぞ。さあ、ソニックが痛い。さあ、はい、6番手は、花山さんの X3 ですね。さあ、花山さんと MC が変わって、のぶっちゃんに来てもらいました。よろしくお願いします。さあ、竜ガエルですけど、のぶっちゃん的には、どうですか、竜ガエル。いや、現状やられてる感だと、やっぱり、ガエルが有利かなっていう感じで。やっぱり、バクチン打たされてる感ありますよね。そうですね。コントロールするために通さなかん技が結構、ちょっと厳しめですよね。はい、そうなんですよね。そこをやっぱゲージがあるって軸にしたり、まあ、横押しをその自信ある人は横押し行ったりで、まあ、決めてんでしょうけど、なかなか難しいですよね。スキルがちょっと高すぎますよね。なかなか足回り前になかなかうまいやつが入れないですもんね。させてもらいたいところをどう入るかみたいな感じですね。で、やっと入ったと思ったらもうなんか結構ダメージ強かったみたいなね。そこでまあ、真空軸にどういくかみたいな。そうですね。さあ、画面端。さあ、こうなると結構ガイルは腕の見せ所だぞ。時間はまだある。そうですね。さあ、相打ちで。さあ、飛んでいる。さあ、モジャさんが取り返した。ラウンド3。さあ、二人、身内読みが多分相当入ってますね。間違いないですね。今週3回やったって言ってましたからね。間違いない。こういうのが逆に楽しいですよね。楽しいですね。こういう場で、身内、本当に読みまくりみたいな。こういう場で、じゃあどっちみたいな感じ。そうですね。さあ、表に行くのか裏に行くのかみたいな。いいですね、こういうの。そうですね。さあ、画面端に進路溜まってる。ちょっと花の表情が負けられないか満載ですね。鉢巻きしてますからね。もうなんか、リアルユーストみたいですよね。そうですね。さあ、花山さん、よかった。はい、4番手はベイヤー君の SP ですね。
さあ入る前からさあってどうとか言って入りましたけど、気合が十分ですね。多分一番価値が悪いタイプのプレイヤーですね。まあまあでもシャトルはやっぱりあの子がいるおかげでまあ和んでますからね。はいはい、本当に契約のおかげですよ。さあ名誉とか言ってますね。しか名誉とか言ってますね。さあ羽山さんが飲まれないように切り替えてほしいですね。そうですね。波動から裏です。さあ気合を入れ直した。波動結構とか言いながら花をやらなきゃいけない時っていうのは結構動くんで、そうですね、そういう時の動きは結構こういうずずしい動きが結構ガンガンやれるタイプなんで、やっぱりどうしても真空溜まっちゃうとね。そうですね、SKでもまあちょっとね真空ある時は有利とは全然言えないんで、おっと形は端に追い込んでる形ですか。さあ緊張感伝わってきますね。やね、今の見逃しがちょっとなんかさあプレッシャーがすごくかかる。お互いかかってますよ。ほらさあうまい。おお、金ボタン綺麗に取り返して、さあラウスリー、さあ息を飲む展開。今のは大ピンチでしたけどね。しのいだろうか。こういうのを物理した時の竜とかは結構気持ちがね、気持ちがね、結構どの道死んでた感があるから、やっぱりそういう時結構、そうそうなんですよね、気持ちのみなぎり返しちゃうな。さあめくりたつばきがしっかり大勝利出る。おっとやっぱ上は出る、まだ上は出る、まだ上は出るぞ。そして端、さあうまい、追い込んだ真空チャージね。さあ強引に真空は平和だ。おーっとおっと羽山さんが一手勝って2連勝。はい、5番手はオレリウスさんの XB ですね。さあ東西戦初参戦ですね。ありがとうございます。本日のリーダーさんですね。そうですね、チームリーダーですね。オレリウスさんとノブちゃんが今日のチームリーダーですね。さあリュウリュウですが、これは本当に安定しないんで、多分チェーラーバクチもそうですよね。得意っていう人はあんま聞いたことないんですよね。テロ系の人が強い感じはしますよね。僕やっぱりサソリ君が一番やりづらいですね、僕は体感では。反応力軸だったからですね。まあ強気ですよね。あのね、サソリ君はね、なんか初段のファイヤーがめちゃくちゃ速いんですよね。あのファイヤーが入力の速さがちょっと嫌なんですよ。そうなんですね。確かに。タイマンで結構キャサリ君とやった時にそれがかなり印象的で。あ、はい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 。多分オキセメがまだこっちのオキセメとは全然違って正面からのオキセメしか得られないんでまだありますけど、それをつけられると結構手に負えなくなるんじゃないかなって。まあサシ君とかもね、あんまりえげつないオキセメとかやってこないんで、まあ、それでも十分苦しいんですけど、だからそれがついたら、まあ、関東の竜も手がつけれなくなるみたいな。さあ、そう思ってないね。オレリュウさんが一歩取り出しますね。さあ、ラウンド3。さあ、開幕波動、さすがオレリュウさん。ああいうのはやっぱり本当に来ますね。しかも3段の目っていうね。あえて。あの太いタグを通してるところがやっぱり強い系なんですよね。そうなんですよね。森田君はもう動きがどうのじゃなくて、とにかく勝負どころ強い。そうですね、太いタグを通してる人ですからね。さあ意地の張り合いが、さあ、さあまだ分かんないぞ。こういう時、こういう時、こういうところですね。さあおっと、まだ分かんないぞ。さあ息が詰まる展開。さあしっかり回復している。うまい強気、強気、花強気。さあ回復がしっかり出る。勝ったのオレリュウさん。はい、7番手は真央さんですね。ちょっと早めな気がしますが、あ、それはそうです、早いですね。最近ちょっと勝ててないということで、ちょっと先に出るとかの感じなんですかね。あー、まあ、チームリーダーが全部決めることなんで、そういう判断だったことですかね、のぶちゃんが。あ、なるほど。はい、ただ、流星は、やっぱりオペさんと真央はやっぱり抜けてますからね。相当厳しいですね。オレリュウさん、お、なんか。オレリュウさん、なんかすごいぞ。さあ、真空波動で、さあ、あ、さすが。あ、前進したのに波動で、まずオレリュウさん。さあ、はい。これは負けられないっていうプレッシャーがやっぱり相当かかってますね。わかりますね、やっぱりあの。あ、見ててわかりますか。はい、伝わってきますね、背中から。さあ、オレンジが動きが切れてるぞ。
空中だけじゃないんだぞ岩村さん、苦しい。さあ新宿の、さあ下段、さあ三太郎リュウさん、すごい真央さんが、はい、もう副将まで来てしまいました。副将4代目、はい、4代目いつも俺を殺せるみたいに頑張れ。さあ 4代目に頑張ってもらうしかないですね。さあこっち副将で、で向こうはまだ5番手ですからね。これは相当スーピー側は相当貯金になりますね。オレリウさんも四日市でガッツさんのサイトやってたんですか、ね、ああ、多分やってたはずですよね。でも最近はもうほとんど多分触ってないはずなんで。はい。うん。これはぜひ4代目に完封してほしい。さあ、アジェのサイド打ったが出なかったか。やっぱ球打つの上手いですね、本当に。球打ちがめちゃくちゃ上手いんですよね。これのなんか球打ちって感じですよね。全然慌ててる感じも。そうですね。しっかり出ますね。きっちり対空出しますね。はい。まずは4代目が1本。はい。さあ、ジャンプ大丈夫です。さあ、地上戦が結構難しくて、理由は。結構、ムエタイが結構勝利が結構難しくて。ムエタイ勝利の方法は確か、80パンチか、はい、80パンチ確か、潰れるはずなんですけど、ムエタイに対しては。そうなんですね。それをやると踏み込み返し。どうやられるかなっていう、まあ、読み合いですね。でもなかなかあの距離で80パンチって触れないんですよね。ああ、それに対して。はい。はい。出てくるのは6番ではプリンスさんのエクスチュンですね。さあ、チュンリーサガット。キャラサガットには相当チュンリーいるんですよ。チュンリーがかなり有利。まあ、ゲージ回収されて、はい、結構、されると結構、同点になっちゃうんで、まあ、うまい姿はあんまり溜めれないみたいですね。ああ、そうなんですね。これ今、画面端追い込んでますけど、はい、この状況はもうさすがに。ティップ制で下回ったんだ、今、状況変わりましたけど、ああ。溜まるまでは相当厳しいみたいですね。溜まると途端に。はい。さあ、画面振りすごいぞ。さあ、チュンリーサマーが痛い。さあ、さあ、当選です。次ですね。まずはプリンスさんが一本。これはね、はい、動きがやっぱりかっこいいですね、なんか。いろんなね、ファン多いですからね。あ、ちょっと絶大な雰囲気がありますよね。多分僕も10倍以上いますね。今、謙遜して10倍ですからね。田村さんのファン多いですよ。多分僕のファンなんか伊藤さんと差し引くぐらいですよ、多分。いや、僕もファンですよ。ありがとうございます。田村さんに。僕のリュウのファンは知らないけど、ガイルのファンは結構多くて、意外と、はい、そう、田村さん結構ガイルやってくださいとか結構言われるんで、リュウやってくださいあんま言われないんですよ。そうなんですよ。さあ、まあ、私は追い込んでいる。4代目頑張れ。頑張れぞ。さあ、チュンリーがドットになっている。ああ、珍しい。投げて勝ったのはプリンスさん。4代目が。というわけでですね、ワンピー側大将ふたちゃんさんが引きずり出されてしまい、はい、スーピー側はなんとプリンスさんのまだ6番手。ああ、ところが、プリンスさん側はあと何人ですか。あと3枚ですね。後藤さん、オペマイさん、スターさんというエグいのが残ってますが、ふたちゃんさんならやってくれるでしょう。なんとかしてほしい、うん、というかまあ公平に言うとこっちも盛り上がってほしいんですけど。というわけで、いやもう太い板が通りまくって、わあ、やっぱまずパワーであっさりと一本、リアウンド目。パワーで押すときと、押すふりをしていなすときっていうのが、本当、二村さん、うまいですね。これ今、ため。まあ、本当、竜っぽい竜ですよね。そういうところはね。なんか選択肢の反映のさせ方は結構バタバタしてる風に見られがちなんですけど、はい、結構、要所要所の動きのそのキレとか、踏み込みとか、はい、球の打ち方もそうですけど、結構、本当やっぱ洗練されてるな。って言ってる間にもうリュウ圧倒してますからね。圧倒してますね。本人はチュンリー圧倒よりとか言ってる、チュンリーをめちゃめちゃ押してますからね。これは、ああ、デッドヒノトを押して、ここで鎖骨、まず、田村さんが勝利ですね。そして、続いては後藤さん、7番手後藤さん。宿命の対決ですね、この2人。ものすごい。ものすごい対決。ご付き合いでも力強く、立ち合いでもうまさでも、本当に負けてないですから、相手は本当違うんですけど。もう本当どっちが勝つか、僕にはわからないんですけど。僕もわからんこれは本当に、
こういうなんか諦めて逆に択早い。あ、これはちょっとあっという間に取り返した展開になりましたね。流々なんでまあ分からんちゅうのが正直なところですが、はい、あやってる感じはなんかあれですけどね、はい、あの後藤さんの方が堅実な試合運びに対して、はい、深ちゃんさんがちょっと見せる動きもしつつも、まあ、肝心なところではきっちりこう外してくる。あ、後藤さんもオーソドックスな勝利がっちりですね。そうですね、ただ2人ともキワキワな球の処理がめちゃくちゃうまくて、うわっ3段からうわきっちり決めきりますね、なるほど。さあこれで 2P が副将ペマイさんまで来ましたね。なんかちょっと希望が出てきましたけど、これは田村さん対オペマイさん、なんかおおすごい、これは冬使いの僕としてはやはり、あー、すちょすごいですね、これはちょっとすごい勢いですよ。こういう展開になるのか僕には分からないんですけど、力の系の人はやっぱ相手も持ってっちゃいますよね。あ、まあ、なんか分かんない様子にしてるところとか、はい、パッと見なんかミスじゃんただのって思われるところも、はい、つつまが合ってたり、あるいはそれがミスしたとしても目立たないみたいな傾向はありますね。なるほど。と言ってる間にオペマイさん俊足で取り返して 1-1 ですね。はい、3ラウンド目、これは開幕は、スカイハイクローから、スカイクローを2回ガードさせて、あれハイクローはガードするんですね。切れるっていうのがあるのと、昇竜を出すことに対してリスクがあるっていうのがあるらしくて、読み切ってればいいけどみたいな。続いてこれは北村さんの顔をしているように見える。いや、体力的には厳しいんですけどね。体力的には相当厳しい。あーあということで勝ったのは、2P 側オレリューさんチームでした。エキシビジョンですね。あ、オペさん強えわ。一回も勝ったことないですよね。0-3なんですよね、オペマイさん戦。あ、そうなんだ。はい、苦手なんですよね。それやってないの強かったですね。そうや、そうですね。さあ、そうこいってる間に試合が展開している。これは前回のスターさん、スターさんめちゃめちゃ強い。負けてないですよね。あ、そうですよね。さあ、オペさんも最初戦相当うまいですからね。マオとはまた違うんですけど、はい、またうまいんですよね。やっぱりできない組み合わせっていうのはこのレベルになるとないんですね。そうだね。エキスパート同士の戦い。そうですね。熱いですね。いいですね。さあ、この展開熱いですよ。ほら、勢いだ。スローキリヘッドだったか。冷静にガードしていて、最後は中詰めね、反対ですね。はい。さあ、先にオペさんがリーチをかける。さあ、くらい投げ目だ。あ、すごい、あの投げ返し素晴らしいですね、スターさん。さあ、さあ、投げ返す。これはどうなるか。さあ、息が詰まる。さあ、見てから。さあ、バラセマン出なかったか。さあ、わかんない、熱いぞ。スターさん、どっしり見てる。さあ、これは息が詰まる。爪が減らない。ああ、勝ったのはまた強い、このバルブ。強いですね。お疲れ様でした。はい、第20回東大戦はいかがでしたでしょうか。はい、記念すべき20回目ね。まあ結構続きましたね。はい、まあ、正直あの私の力でここまで来れるとはちょっと思ってなかったんで、本当に参加者の皆さんありがとうございます。はい。そして今回、初参戦ですね。私たちは知っていますけども、オレリューさん。はい。半年ぶりぐらいかな。うん。そんなもんですね。本当にお久しぶりです。また、なかったら飲みに行きましょうね。はい。でっかい大会、開いた時とかの打ち上げとかにいいんじゃないでしょうか。はい。そして、今回ね、ロゴができちゃいましたね。はい。誰が作ってくれたかというと、ミヤミヤさん。ね。いつもみんなね、見てると思いますけれども、あのミヤミヤさんが、ロゴを作ってくださいました。かっこいいですよね、あれね。本当に。正直、うん、あんなかっこよくできるとは思ってもなかったんで、ますます、東大戦、張り切っちゃうと、思いますんで、
皆さんもどん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 これから参加してください。お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。We'll be right back.